さあ、ということで、やっとね、レジェンズの24時間メンテが終わったということで、まあ、お知らせとか、詫び石とかのね、解説やっていこうと思います。まずね、プレゼントボックスに、大型バージョンアップ記念ということで、石が200個、配布されてるんで、まあ、忘れずにね、受け取るようにしましょう。で、詫び石ですよね。まあ、皆さん、昔の方々がたくさん騒いでると思うんですが、石がなんと800個、これが、配布期間がね、今日の15時からかなになってるんで、まあ、合計今回のメンテナンスで石1000個無料配布ですね。まあ、レジェンズってこういう無料で石をね、ドンって配布する機会なかなかないんで、まあ、うん、頑張ってくれてる方ではあるとは思うんでね。まあ、しかもなんか、運営さんの不具合というよりもなんか Google が反映できなかったみたいな、やつなんで、まあまあまあ、はい。まあ、ありがたく受け取っておきましょう。うん。で、新しいね、まあ、イベントといいますか、まあ、レジェンズのランキングが実装されてますね。はい。レジェンズランキング。まあ、これはなんかどういうものかというと、まあ、ギルド戦の単独版みたいな感じかな。個人的に、レジェンズをね、やり込んでポイントを稼いでもらって、で、報酬をもらうよって感じですね。うん。一応開きましょうか。一応画面こんな感じで、まあ、ギルドポイントより若干なんか稼ぎにくい気はしてるけど、どうなんだろう。うん。ちょ、この辺の、稼ぎ方とかも、まあ、分かったら動画とかにしようかな。一応、ランキング1位報酬とかもあるんで、まあ、いつか機会があれば1位狙ってみたいけどね、これも。うん。まあ、基本的にはね、このシーズン1ヶ月続くみたいなんですけど、プレシーズンなんで、今回はちょっと短めになってますね。で、まあ、普通に冒険回したりしてね、ギルポを稼ぐ、ギルポじゃねえわ、レジェンズランキングのポイントも稼げるんですが、こんな感じの、まあ、ミッションなんかもね、達成することによって、ポイントをね、大幅に増やすことできるんで、まあ、この辺もね、レジェンズやってたら、まあまあまあ、勝手にできるような、達成できるような内容になってるんで、まあ、この辺もしっかり達成してもらってって感じにはなってくるかな。一応ね、この、イベントも、石とかね、もらえるんで、まあ、必ず、毎シーズンね、まあ、ある程度の順位は、頑張れるように、やり込んでいきましょう。で、あとは、レジェンズランキングの実装と、あと全開覚醒ガシャがいつでもね、まあ、プレイできるようになったということで、まあ、今正直、長軸ラッシュでね、無料で誰でも覚醒できるんで、まあ、石使って覚醒させる人なかなかいないと思いますけど、まあ、割引ガシャとかもあんのかな？なんで、まあ一応、まあないよりはマシかなって感じですね。うん。で、なんかギルドポイントの獲得対象コンテンツを追加されましたと。うん。で、共闘のギルドポイント獲得は限定報酬のみが対象ということで、これもしかすると、初級集会とかが意味なくなるのかな、ギルドポイント。なんで PVP で主に稼ぐっていう感じになってくるのかな。レイドはどうなんだろうね。うん。で、超次元共闘のバトル、詳細画面から直接マッチングで招待できるようになりました。で、敵のね、ボスの属性変化の演出を回収しました。これちょっと後で見に行きましょうか。で、バトルコンテンツ内でパーティーを編成する際、アイテムのドロップにボーナスがかかるキャラクター。あー、そうね。これも前から言われてたね、やつですね。特攻とかが見やすくなった。で、パーティー編成画面に行ってキャラクターをカード番号順で並び替えれるようになった。まあ、実装順ですね。で、キャラクター編成画面でバトルロイヤルに参加できるキャラクターを改善できるように、確認できるように回収しました。で、レジェンズバトルロイヤルのイベント開催期間中、ホーム画面に開催中または参加可能の表示をするようにした。で、あ、フラグメントもね、赤ランプまで、自動強化というか、連続強化できるようになったって感じですね。うん。で、まあいいや、再戦がなんかやりやすくなったのかな。で、PVP 及び共闘系コンテンツで相手に送るメッセージをコンテンツごとに限定できるように変更した。マジか。まあまあ、そんなもんじゃろは、でも送れるのかな、未だに。送れるようにしてくださいね、PVP で。で、交換画面の労働拘束化も嬉しい。で、シャロット強化ミッションの報酬内容を変更。今後の拡張のため、Google プレイゲームサービスに対応。Z メダルの交換所の更新。で、なんか、人造人間17号のユニカビリティ、決死の総攻撃の以下の効果の発動条件を変更した。マジで？敵の攻撃をバレシングで避けた際、ユニゲを、待って、これ待って。これは従来以下の場合に敵の攻撃を回避できないためバニシングステップを発動しませんでした。敵が打撃キャンセルやステップでキャンセルした時にバニシングステップをした場合。ちょっとなんか、何を言ってるかわかんないけど、なんか17号が、バニシングで、避けた際、自身のユニークゲージが最大の時に自身のバニシングゲージ 80% 回復が、バニシングステップすると、ちょっとどういうことだこれ。
バニシングステップで回避した時じゃなくてバニシングステップをするとになってるの、これもしかして。まあいいか。なんかあとなんか不具合とかそういうのが回収されたみたいで、ちょっと共闘見に行きましょうか。どんな感じになってるか。今なんかさっき朝上げた動画のコメント欄見たら、わびし200個って勘違いしてる人めっちゃいるけど、1000個だからね。うん、200個プラス800個で合計1000個もらえるんで、一応そこ勘違いしてる方めっちゃ多そうなんで再度言ってきます。さあ、どんな感じで属性変化が表示されてんのか。で、なんか共闘更新されたんですけど、新ユニフラとかはなかったですね。久しぶりにユニフラなしの共闘ですね。属性変わるとこ見たいな。おお、まあまあまあ分かりやすくはなったかな。ちょっと一ついいです。オッケー。じゃあ敵がのけぞってる状態では色変わんないってことなのかな。今相手が攻撃受けてる時が終了してからなんかモーション入ったよね。まあとりあえずね、共闘の属性変化もね、こんな感じで分かりやすくなってると。で、フラグメントも赤ランプまで強化みたいなのが、ああ、来てるのね。赤で停止が追加されてますね。うん。これ嬉しくて。で、ガシャの画面もね、なんかちょっと変わってるんだよね。こんな感じでっかくなってます、ガシャが。おすすめとチケットと、あと全開覚醒ガシャもこんな感じで。まあ。まあ、とりあえず僕全部覚醒してるんで僕は見れないんですけど、一応覚醒できるキャラクターがまとめて表示されるようになるのかな。まあ、これはすごいありがたいんじゃないかなって思いますね。うん。で、まあ、最後はあと、ジレンの性能解説しとこうか。一応まだ僕も見てないんで。緑のジレン。はい。で、打撃に火ダメ貫通がついてるのは、まあ、これは強いね、結構。で、射撃。で、必殺圧が特大、発動時殺止め 35%。 で、まあ、さすがにこれコンボ繋がんないか。これコンボ繋がるようになったらもうバケモン強かったんですけど、まあ、リロードとバニ回復と、気力回復と、打撃用ダメアップと、交代禁止。で、究極が特大で、究極ダメ 50%、ヒット時敵全体に回復、非回復量 100% ダウンもこれ強化されてるね、80% だったよね。これめちゃくちゃ強いね。で、究極圧を、メインで持ってきて、体力、気力回復、打撃はダメ 30%、ドロ速、1段階が30カウント。で、全開が、ライバル宇宙か。あ、じゃあ、身勝手に乗らないんだね。復活身勝手に乗らないんですね。で、倍出た時に4ダメ 50%、消去負荷、気力回復速度 70%、特化版無効が15カウント2回。さらに、バトルメンバー、ラス1になると4ダメ 50%。で、控えに戻った時に、リジェネが30カウント。これも増えてる気がするな。で、バトル開始時、4ダメ 50%、火ダメ 20% カット、1回だけメッキが 50% ついてて、打撃カバチェ持ち。で、敵の攻撃終了後、10% 回復。さらに火ダメ 25% カット。これが一応カウント制限ないけど、消去負荷ではあるって感じか。で、能力低下効果を解除。なんで、ま、敵に開幕単発機弾もらう、あ、でもメッキあるからなんかちょっと、最初の攻撃はメッキで受けて、以降は火ダメ 25% カットがついてるよって感じかな。うん。で、バイン出た時に気力回復偉い。で、まあ、打撃の発動、バイン出た時、出るたびに1回目の打撃用ダメが 50% アップか。で、待機カウント2カウント短縮3回持ってんのか。で、敵全体にコストアップと。まあ、無料にしてはまあ、最近の無料にしては結構強いかなって僕は思ったんですけど、まあ、ガチガチに最上位で使えるかって言われると全然ですけど、まあ、とりあえずこのジレンもね、すぐ使ってみた動画、今日中に投稿するんでね、楽しみにしてもらってくれると助かります。で、あとはフラグメントがね、PVP 更新されたんで、来てるかな。宇宙代表につけれて、まあ、あんま強くないかな。射撃めっちゃ上がるんで、まあ、亀仙人とかにつけようねって感じのフラグメントかな。うん。まあ、以上が今回のアップデートの、大まかなね、あれでした。はい。ということで、PVP も新しいシーズンね、始まるということで、まあ頑張りましょう。はい。石回収、まあレジェンズランキングとかも登場したんでね。まあ5周年に向けてね、皆さん石回収なんか、たくさん頑張って、しておきましょう。あとなんか一応シャロットのミッションが更新されたとか言ってたから、それも見るか。あ、なんかミッションの数が増えたのかな？知らんけど。はい。まあそんな感じで、いろいろね、レジェンズ、アップデートされて新しくなってるんで、
まあ、皆さんも開いて、ここが変わったよとか他にあればね、コメント欄教えてください。あとなんか、エネルギー使うところの画面もちょっと変わってたかな。うん、なんか、すごいこんなになってます。ということで、皆さん、石千個ね、忘れずに受け取りましょう。終わります。はい、すいません。PVP のね、メッセージ、ちょっと見に行ったんですけど、なんとね、まあまあ、そんなもんじゃろとか困ったちょっと勝てない。遅れなくなってんじゃねえ。これ、ふざけんな、マジで。俺がレジェンズで唯一のモチベーションだった煽りメッセージが、遅れなくなってる。くそ、なんか他にないかな、俺のこの、外プレイされて俺だけ不快な思いさせられたらクソイラつくからさ。送ってたんで、あ、でも奥が深すぎて理解できんとか、この辺送れるとか。まあじゃあ、まあじゃあいいか別に。うん。まあ今後マーソンに変わる新しい、煽りメッセージ、何が使えるか、ぜひコメント欄で教えてください。終わります。